ピッチは降り続く雨を受け止めています。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第11節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ジェラード、ベッカム、ペスキー、ふわっと上げる、ファンケルクホーフェン、ベッカム、10分過ぎました。プール、シュート、エミール・ムペンジャ、ファン・メイル、おっと、足がかかった。ゴールキーパーが味方を鼓舞するように大きな声を上げています。ゴールマウスに嫌われた。ギルモッツ、ガンガンプレスをゴール見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。キラーパスになるのか。ファンケルクホーフェン、ファンメイ、オーウェン、デフランド、走り込んできた。もらった。華麗なドリブル。おっと、足がかかった。ファーディナンド、ペスキー、セービング、アルハエレン、ナイスファイト、守り切った。イッケドリブル。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ、後半戦が始まります。攻撃を組み立てます。ビルモッツ、デフランド、中に絞ってきた。スコールズ、
ビルモッツ。最後のところで崩せない。抜かれた。センタリング。出た。エミール。ゴール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 。ダイナミックゴール。容赦なく得点を重ねていきます。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。ケイコンだ。彼は本。アルハエレン。オフサイドはない。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ギルモッツ、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。前が空いた。ニアサイド。主審ファールを取りました。バンデルヘイ、イエロー覚悟のプレーでしょうか。熱くなるのはまずいですよ。カーディナンド。これは危険だ。合わせた。オフサイドを取りに行った。ファンケルクホーフェン。ジャンプ。デルヘイエ。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。